アジョーク、中国語、アジョーク、ピンイン、アチャング中は、中華人民共和国国立交渉ハルビン市に位置するし、かつく、1994年に文化部から、中国版書の里と命名された。国立交渉の南部、浜水線の沿線に位置する。アジュー川が、地域の中部から流れ、西部には、超広し祭礼の祭録の山地、東部には、小農平原がある。 全市年平均気温は摂氏3度、降水量は518ミ、mm、リメートル。現在は工業を主とする衛生都市である。ハルビン市内より23キロメートル、住民の15%が満足となっている。東大は、渤海の半島に属し後に、女神族の居住地となった。1115年、ワイアンアグラは金を建国し、神業をネーフを設けた。 四代三十八年間にわたって、都の城とされた後に中途遠京へと遷都している。現在当時の城壁と工場の遺構は、比較的良い状態で保存され、アミゾ石国、ワイアンアグダ両等の近代早期の遺跡が位置している。元明台を通してここは、女神族の居住地であり、陽青年間には、アルチュカ川西岸に、アルチュカ城が建設されている。1九百九年に、 アジョ県が設置された。1987年に、研究市に昇格し、アジョ市と2006年8月15日に、四ツ区のアジョ区と改編され、現在に至る。下部に15街道、4鎮を管轄、漢族が主で、他に、内族朝鮮族、遺族、エベンキ、オロチョン、満州族、海族、モンゴル族、ダウール族、シベ族、白族、 続投の13の少数民族が住む。工業と農業分野での発達が顕著であり、経済力は国流交渉研究業政区における第1位の地位を占める。特に機械、鋼鉄、防食、食品、建材及び電力工業は国流交渉全体の経済の中で大きな比率を占め、特にアジオ経電機構師は、 アジアで最大の送電設備を製造する企業の一つである。農業では主にトウモロコシ、大豆、水糖、ニンニク等を生産する。鉱物資源が豊富で、鉄、銅、タングステン、モリブデン、鉛、亜鉛、大理石、ホタル石、建築石材などがある。土産物にはニンニク、黒糖化がある。名所旧石に、松峰山、暮れダム、北山、 曲線修猟場などがある。ありがとうございます。